それでは小林監督です。今日でキャンプインされて3日目になりました。このキャンプでの、テーマ、特に強化したいところを教えていただけますか。そうですね。まずフィジカルは、少しずつスピードっていうんですかね、アジリティとスピードにこう変えていくということ、戦術的にはみんなの共通理解を深めるっていう、私が求めていることを選手に伝えるということで、守備攻撃のところと守備のところですね、いくつかのものをトレーニングを落としながら、共通理解をする。でそれをピッチ上でやって、やりくって理解と同時に体で表現できるっていうふうな形に、する一歩が、このキャンプだと思います。それを含め、対戦チームの3チームの相手と私が言ってることが少し反映できるということと、もともと経験がある選手が集まってますから、そういう選手がそのゲームの中でどう表現するかっていうところをポイントに置いてます。午前中フィジカルトレーニングでしたが、かなりハードに追い込んでらっしゃいました。いや選手のモチベーションすごく高くて、要はメニューが厳しいというより、メニューのものをいかに選手がこう積極的に取り組んでくれるかという意味では、スタッフの、声かけもうまくいってるし、選手もチャレンジしてくれてるという意味では、時間は今日短かったですけど、いいトレーニングがやれてるというふうに思ってます。声もすごく出て活気があるフィジカルトレーニングだなと思いながら拝見してました。そうですね、みんなが声が大きいということと、通訳も元気よく声出してくれるんで、そういう意味でこう外からの呼びかけの声がある異常にあるんで、活気づいてるように思うんじゃないですか。選手はちょっとどうですかね。でも今日はなんかカメラも来てたせいか、なんかよそ顔でなんか頑張ってたような感じが、こう視野を広げて見てみると、毎日来ましょうか。だからフィジカル頑張ってますけど、私の指導じゃないくてカメラの指導なのかな。いえいえ、そんなことない。だからぜひピッチに来てもらえればいいなと思いますね。さて今シーズンからこの徳島ヴォルティスの指揮を取られることになりました。どういう気持ちで受けられたんですか。そうですね、去年はなかなか思った成果を落とすことができなくて、まあ、4年やったんで少しこう市場に入るよりこう少し離れて勉強かなというふうに思ってましたけど、12月にお話をもらって、まあ、前向きに考えるようになりました。学ぶということはすごくやっぱり見て学ぶ、やって学ぶ、やりながら情報を取って学ぶというところになると、やっぱりやりながら学ぶというのが一番刺激があると思うんですよね。まあ、そこに自分がこう答えを出したということと、そうですね、また刺激の中でやれるという幸せもね、離れないうちに、できるんで嬉しく引き受けましたけどね。このチームの雰囲気はどのように感じていらっしゃいますか。結構年齢高いんですけど、すごく活気づいてるなと思います。今日で25回目の練習になりますけど、元気です。声出てるし積極的で、何より走るんですね。チャンスと思ったら引くという選手もいますけど、基本的に走れてたらスペースで飛び出す選手が多いんで、そこをうまく使えるチームにならないかなと思ってますけど。改めて今シーズンの目標をお願いいたします。J1 を昇格するっていうことが大きな目標です。そのために、フィジカルがしんどかったり、ちょっと理解をするのに、オープンになってもらって話をするっていうことも、全てがJ1 を取るための第一歩だし、過程だということです。だからそこに向いて選手もそうですし、スタッフもそうですし、クラブの関係者もその地点じゃなくて、つないだ先には J1 があるという、点を拾うんじゃなくて点をつないでいくと線になるというところが、やっぱ掲げている J1 をつかむというところ、去年苦しい思い、辛い思いしてるんでね、ぜひ今年はそういうところをみんなの力で取るということが最大の目標です。
つ最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いいたします。90分のゲームを諦めない、たくましいゲームに、作りたいと思います。ぜひ、サポーターの皆さんスタンドで熱い応援よろしくお願いします。今日でキャンプ3日目になりました。このキャンプでのテーマ、特に強化したい部分があれば教えてください。そうです、個人的には、ファーストタッチとか、あとはディフェンスの切り替える部分をしっかりやっていきたいと思います。今回、フィジカルトレーニング午前中にされてましたが、かなりハードを追い込んでましたね。そうですね、この時期はしょうがないと思います。はい、体を作って、はい、新加入もたくさん入ってきました。今のチームの雰囲気はいかがでしょうか。明るい選手が結構多いので、結構みんないい感じでやってると思います。小林監督のイメージ、今年から指揮を取られますが、いかがでしょうか。結構細かい部分までよく見ているなという印象なんで、本当にサボれないなという感じです。はい、今シーズン徳重選手4年目になりました。ご自身としての役割、どういうふうに考えていらっしゃいますか。そう、とりあえず自分のプレーをまずしっかりやるということと、やっぱ最年長なので、引っ張っていければいいと思います。それでは改めて今シーズンの目標をお願いいたします。そうですね、やっぱり J1 を目標にしているので、まずそこが目標ですね。それでは最後にサポーターの皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。そうですね、昨年はやっぱり悔しい思いをしたんで、今年は最後に笑えるようにしっかりやっていきますので、今年も応援よろしくお願いします。それでは津田選手です。今日でキャンプ3日目となりました。このキャンプでのテーマ、特に個人的に強化したい部分があれば教えてください。そうですね、去年のキャンプは全くグラウンドに出て、みんなと一緒にやることはできなかったので、本当にこうやって、フィジカル、コーチでやったのもそうですけど、フィジカルきつかったですけど、みんなと一緒に、走れているということは本当に幸せですし、まず、去年本当に途中から試合に加わってから の体力面というのが少し僕の課題だったので、シーズン最後まで走り切れる体を作れればなと思っています。午前中のフィジカルトレーニング拝見しましたが、非常に追い込みをかけているという感じでしたね。ハードでしたね。そうですね、ハードなんですけど、ボール使って、フィジカルやってくれるんで、楽しく厳しくという感じでやれてるかなと思ってます。新加入選手もたくさん入ってまいりました。今のチームの雰囲気はいかがでしょうか。そうですね、前からいる選手と新しい選手が本当にコミュニケーション取れてますし、走る人がね、本当にいい感じで声かけてくれてるんで、雰囲気としては最高にいいと思います。また監督も新監督になりました。小林監督はどういう監督ですか。監督フォワードっていう、フォワード出身ということで、非常にアドバイスというか、要求されるところっていうのは本当にたくさんあるので、そういう部分でのアドバイスっていうのが、今まで僕が、サッカーやってきた中で、考えてもいなかったっていうことがたくさんあるので、そういう部分ではすごい刺激にもなりますし、もっともっと成長しなきゃなっていうふうに思ってるんで、本当に今は嬉しいですね。はい、今シーズンの、津田選手自身の目的、目標を教えてください。そうですね、チームとしての目標が高いところにあるので、それに貢献するためにはやっぱ得点というのを求められると思うので、20点、取れるように頑張ります。それでは改めてサポーターの皆さんにメッセージをお願いいたします。去年悔しい思いを、したので、本当にサポーターの皆さんの期待に応えるというためにも、今キャンプでしっかり走り込んで、シーズン終了の時には、みんなで喜べるように、なんとか頑張ります。応援よろしくお願いします。今日でキャンプ3日目になりましたが、このキャンプで特に強化したいところ、テーマなどあれば教えてください。
そうですね、やっぱりチーム戦術とかこういうゲームが入ってくるところでやっぱりそういうところでチームの意識を、一つに向けてやっていきたいなというところを、はい、やっていきたいと思います。午前中のフィジカルトレーニング拝見しましたがかなり追い込んでましたね。非常にハードでした。そうですね、まあでも一応怪我人とかも出てて、フィジカルコーチも考えてやってくれてるんで、まあ、やるべきところはしっかりやって体を作っていきたいなと思います。今シーズンからこの徳島ヴォルティスに加入されましたが、どういう思いで入られましたか？そうですね、やっぱり、J1 昇格したいという強い気持ちが伝わったので、それに力を貸したいという気持ちと、自分自身も、去年試合出れなかった分、ここで結果を出して、本当に成長したいなと思っているので、J1 昇格に向けてやっていきたいなと思います。チームの雰囲気はいかがですか？そうですね、若いですし、明るい選手もいるので、はい、馴染みやすくて、はい、すごく居心地はいいです。小林監督のイメージはいかがですか？まあ一応知ってる選手とか、東京でやってたコーチの人が知り合いだったので、そういうところでいろいろ聞いてはいるんですけど、まあ、イメージというか、まあ、そうですね、なんか規律とか細かいっていうのは聞いてたので、はい、そういう部分では別に、はい、特にイメージは特にあんまりなかったですね。はい、さて今シーズンご本人としての役割どういうふうに考えていらっしゃいますか？まずはやっぱりチームのために戦うということを第一に、昇格に向けて本当に攻守にわたって本当に活躍できるように頑張りたいと思います。それでは最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いいたします。J1 昇格のために力を尽くして頑張るので、サポーターの熱い声援をよろしくお願いします。